これで誰でも簡単ドライカレーの出来上がりです。カレー好きのあの人に作ってあげてください。皆さんこんにちは。今から誰でも簡単ドライカレーを作っていきます。材料を紹介します。合いびきミンチ、玉ねぎ、トマトの缶詰、ナス、カレー粉、コンソメ、塩、胡椒、ローリエ、ご飯とお好みのトッピングをご用意ください。では作っていきます。はい、では作っていきます。このドライカレーもとっても簡単で、材料を全部鍋に入れて炒めながら煮詰めていくだけです。材料を入れていきます。合いびき肉、玉ねぎ、ナス、トマトの缶詰、カレー粉、コンソメ、塩、胡椒とローリエです。あとは合いびき肉をほぐすように炒めながら出てきた水分を煮詰めていってもらったら大丈夫です。今回のドライカレーもとっても簡単なんですが、トマトの缶詰を使っているので味のあるとっても美味しいドライカレーになります。こう炒めていくとですね、玉ねぎとトマトの缶詰から水分が少しずつ出てきますので、あとはナスに火が通ることを意識しながら煮詰めていってもらったら大丈夫です。とても美味しいのでぜひしてみてください。はい、これくらい煮詰まれば大丈夫でしょうか。カレーの硬さはお好みがあるかと思いますので、自分の好きなタイミングで揚げてください。では盛り付けていきます。今日の材料は2人前にしてますので、この半分を盛り付けていきます。今回はナスを使ったんですが、お豆や生のトマトやかぼちゃなどお好みの材料を使ってもらったら大丈夫かと思います。季節のお野菜を使ってもらったらまた美味しさが広がります。今回は、トッピングにキャベツの千切りと赤パプリカを使ったんですが、シーフードやオクラなどお好みのトッピングを使ってもらっても美味しいと思います。ではこちらでどうでしょうか。はい、これで誰でも簡単ドライカレーの出来上がりです。カレー好きなあの人に作ってあげてください。